こんにちは、関戸の池田です。今回の動画では DJI 製のスマートフォンスタビライザー OSMO モバイル6と OSMO モバイル SE を使って、スタビライザー、ジンバルですね、ジンバルを使うとスマホの映像ってどのぐらい滑らかになるのというところを検証したいと思います。実際に、OSMO モバイル6、OSMO モバイル SE、あと手持ち撮影の3つを検証しておりますので、この後の映像でぜひ比較してみてください。それではご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。やはりジンバルがあるとないではだいぶ、特に縦の揺れですね、縦の揺れがかなり軽減されているというところがお分かりいただけたのではないかなと思います。はい、こちらの OSMO モバイルシリーズですけれども、ただいま DJI 認定ストア東京虎ノ門にて実機の展示および販売を行っております。6月の3日までは OSMO モバイルシリーズ、おおむね1500円ほど安くなるセール中でございますので、ぜひこの機会にお求めいただければと思います。それではご来店お待ちしております。